前回の数倉、カズさんの村には緑色のスキンをした村人がたまに歩いてることがあるんだ。これはどうやら湧き潰しというものが甘いみたい。そこで初心を忘れるべからず湧き潰し、勝村のサバ、綺麗になりました。はい、どうもこんばんは、カズグラでございます。スタバがさ、綺麗になってさ、ちょっと、さっき裏暮らしてた時びっくりしたんだけど、すんごいね、人増えたよ、なんか知らないけど。いや、みんなほんと元気してるよね。やっぱりこの店が明るくなって、喜んでる。これからもね、村、どっと良くしてくるからな。綺麗してくれよ。てか、ほんと良くなったよね、これ。やっぱさ、この、光を取り入れるってすごくね、大切なことだと思うよ。この調子でさ、ほんとね、もっともっと綺麗にしていきたい、この村をね。またここら辺もね、ちょっと頑張っていかないとな。このね、マクドナルドもね、福井県のやつ潰れたけどさ、今すごいマック頑張ってるよね。これからもカズクラは、マクドナルドを応援していきます。さて、本日は、何するんだったっけな。なんかする気がしたんだけど、まずは、やり残し報告来てるかな。あ、来てるわ。自動産、本番の栽培使わないなら壊しましょうと。いや、皆さん見てますね。まあ、多分皆さんがおっしゃってんのが、このお寺の、下にあるやつ。いや、確かにですよ、これ。ここからね、湧いてくるんですよ、これ。いや、もう誰がね、突っ込んでくれるかなと思ったんだけどさ。皆さん、ほんと優しく突っ込んでくださってますね。いや、ごもっともです。こんなものはね、一回潰した方がいいんですよ。こんなもの潰してしまいましょう。よーし、かなり綺麗になったぞ。あとはちょびっとぐらい埋める作業が必要なんだけど、まあ、これこそ裏からでやれって話だよな。まあ、とりあえず、潰しやすいようにだけちょっと改造しとくか。今回結構忙しいからね。よし、ちゃんと潰して、こういったやつもね、もうしっかりと崩しておく、あらかじめ。よーし。こんなもんにしといてやろう。あ、ただ、今削った分ぐらいこれ埋めとくか。こうやってね、一歩ずつね、しっかり潰していかないといけないんですよ。まあ今日はこのぐらいにしてやろう。次回のカズクラ来るとき、見ておけよみんな。カズクラが、やるか、やらないか。だから今日忙しいんだよ。ちょっと待ってな。余計なもの預けてくる。よーし、こんなものでいいやろう。あー、そんで、ついにね、あれ、地下倉庫への、一発で行くやり方は分かったよ、俺。もうこの仕掛けの場所がね、すんごい分からないんだけど、ここかな？ま、この上でさ、撃てば。おーおーおー、な？いや、何の意味があるんだろう、今回のやつ。いや、ほんと謎だよね。ここら辺も早くね、綺麗にしよう。いつかね、福井駅の再現リクエストも来てるからね。またそちらの方頑張っていこうと思うんですよ。ほんでね、今回はね、大量にさ、私わかるこれ。溶岩入りバケツ。うん。そこで利用方法、来ましたよ、奥さん。クズさん、集めた溶岩で 23×23× のネザーポータル。ね。まあ、ピックマントラップになるとか、それは本当かどうかわかんないんだけどさ。まあ、とにかく、大きなやつが作れるみたい。というわけで本日はね、巨大なネザーポータル作り行ってみたいなと思います。まあ、というわけで早速作っていこうと思うんだけど、どうしよう。超でかいやつだろ。どこがいいのかなぁ。あ、なんかあっこの上空とかに作るの面白いかもしれないね、これ。ね。ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあやってみるか。我が娘の上の方に、なんか作るの面白いか、あ、でも影になるかもしれないね、娘の。それはいけないと思う。だったらどこがいいだろう。あ、でもあっこら辺もいいなぁ。じゃあ、あっこの端ら辺作ってみよう、これ。ここら辺だな。じゃあ、将来ね、トラップになることも考えてっていうことで、ちょびっと多めに、上の方で作ろう。こんなもんでいいかな。あとちょっと基準点ということで、23マスね、これ。23マスで作ろうと思うんだけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、23。要はこういうことだよね。あとは、どうするのかというと、まあ、結構面倒なんだけどさ、こういうことなんだよ。一般なこれ使わないのが今回のロマンだからね。ここに、マグマを入れて、ほんで、こういうことだよね。これを繰り返す。やべ、超地味。高さ的にはどうなんだろう、これ。こう、囲うのめんどくさいんだけどな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。この高さだよ。ただ、カズクラクラスだとね、こんなやつ使わなくてもいけるはずだ。これを置いてすごいね、水で固める。いくぞ。もうカズクラぐらいしかできねえから。ほい。ほい。おーおー。俺、本当にできるんだ。俺すげえわ。あ、っていうか、
スライムブロックなくなったよしよし、スライムブロックもいっぱい手に入れたし、ちょ待ってろ。あ、こういう風に落ちちゃうのか。まあ、いっか。あ、でもやっぱワッキーしたから全然出てない。いつもなら出てるのに。あ、すごいわ、この村。まあ、とりあえずスライムブロック久々にいっぱい作りに行くか。マシンがあるからね、うちにはマシンが。これだな。行くぞ、ビビんな。あー、すごいすごいすごい。すごい量出てるわ。あ、しか、ちょ待て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 。ちょ待て待て、荷物がありすぎて、全然受け取りができてなかった。ごめんな。なんかごめん。よし、今度いけるか。よいしょ。ぽい、ぽい。ここで回収していくシステムな。よし、いけそうだな、これ。よし、頑張るぞ。いや、もういいでしょ。作りすぎたよ、これ。もう今手に入れた分だけは何とかします。よーし。これでいっぱいにスライムブロックが手に入ったな。よいしょよいしょ。もうこんで十分でしょ。今回ネザポ作れるでしょ、ネザポ。うわー、でっかいとどうなるんだろう。また村重くなるのかな。重くなるとなんか頑張ってる感じするよな。あ、朝が来るもう。あ、一日耐えたぞ、この村。耐えたよ。いるよな、みんな。あー、ゾンビだらけとかなってない。よいしょ、よかった。よーし、ね、ちょっと。あ、でっかいな、あれ。ほんと作れんのかな。不時着、不時着。要はもうずっとこれ繰り返せばいいんだもんね。超楽勝じゃん。やばいやばいやばい、溶岩落ちてく、溶岩落ちてく。あ、でも大丈夫か、あれ。大丈夫だった、大丈夫だった。うん。で、あれに当たるとどうなんだろう。ちょっと浮くのかな。えい。あた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 、バケツバケツ。よいしょー。ただの危険なブロックだわ、あれ。怖い怖い。あれでなんか燃えたりするのかな、これで。ここだろ。ぽい。燃えんのかな燃えんのかな。ワク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 。どうなんのどうなんのこれ。今、ペタっていくよ。はい、ペタ入った。ペタ来ました。はい。以上です。さて、お遊びは置いておいて、上の方行きましょう。よーし。じゃんじゃん作っていくぞ。あ、やばい、燃える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 。燃えるなあかん。どういった？ああ、危ない危ない。よーし。もう貴重だからね、シルカーボックスはね。おほほほ。またまた変なマグマ。ちょっと、痛気持ちいいごっこしようか。はい、痛気持ちいいごっこ入りますよ。あ、結構また、あ、大丈夫だよね、今の。え、ちょっと待って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 。銃って一瞬聞こえたような気がするんだけど、大丈夫か？大丈夫か？いろいろ。とりあえずエリトラとかはあるよな。靴も帽子も全部ある。大丈夫だよな、本当に。あれ？いくつか消えて、ま、パンパンにいたよな。あれ、いくつか消えたのかな、これ。あ、でも、貴重なやつは残っててよかった、とりあえず。うわ、怖っ。あ、ロケット花火ね。うわ、怖い、痛い、気持ちいいごっこ。なんかなくすとこだった。ロケット花火。あぶねえ。もうちょっとでみんなが悲しむところだった。ゼンロス間近だった、超地味な。あー、とりあえず米読み行こう。トロッコの忘れ物がありますよ。え？嘘だろ？ちょ、待て待て。奥の方だな、さっきの場所は。ね、これを昔すぎてね、回収した可能性はあるからね。ありました。よいしょ。ご指摘、ありがとうございます。うわ、本当にあったわ。怖い。この村怖い、ほんと。ほんで、このマグマを、早く有効活用。しっかり頑張ろう。カズクラだったらいけるはず。よいしょ。まあ、とにかく、よいしょ。あ、ラス、ラス。よーし。とりあえず、綺麗に作業していくので、スライムブロックをね、もう全部壊しちゃって、ほんで、あっこいね、うまいこと降り立つ。うまい。プロか。よーし。では、進めようとするか。つまりは、こうして、ジョバー。よーしよしよし。横の方向の方が楽かもしんないな、これ。よーし、頑張るぞ。なんか、これ考えると、マグマ、壊して、黒曜石ゲットして、はめてった方が早いような気がしてきたんだけど。いや、でもせっかくアドバイスいただいてからね。やっぱそれ、やっていかないと。よし、頑張るぞ。みんなの応援のおかげなんだから。はぁ、かなり頑張ったぁ。あー、でも村、誰一人湧いてない。あともう一息頑張ろう。おー、雷か、久々に。え？待て。雷？待て。できるんじゃないのこれ。いや、超久々に来てみたけどさ。どうなのよ、これ。雷落ちないかな？そしたら今回タイトル変わってくるよ。で、余計なのをカット。はい。久々に雷聞いたんだけど、ないの？ちょっと5、6分だけ待ってみよう。なかなかないことだし。
待ったけどダメだったな。いや、ほんと難しい。うん。まあ、真面目に、な、今やってるやつを、一個一個片付けろっていうことだよな。あった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 。わかったよ。一個一個着実に、やり残し終わらせるから。今回のは、建築だな、これの、ちゃんと。ていうかね、こんでいいよね、ぶっちゃけ。よいしょ、よいしょ。あー、ラスだ、ラス。よいしょ、よいしょ。できたー。あとは、これでつくかどうかなんだけど、いけるのかな？いくよ。あれ？あ、ちょっと待って。怪しいな。あ、ちょっと待って待って待って。油、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 油。よいしょ、よいしょ。あれ？ちゃんとできるかな？てい。あー、いった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 。よかったー。いや、行かない行かない行かない。できたわー。ほんとにピックマン来て、でっか。でっかこれ。めっちゃいいのできたやん。はーい。とまあ本日はこんな感じで終わりましょう。マグマの有効利用をね、本ででっかいネザポンができたという回でございました。いや、ちょっとあれでね、ピックマンがちょこちょこ現れるようだったら、またね、これを使った、ネザーポータル、なんだ、トラップみたいなのを頑張って作ってみようかと思います。あー、すんげーの、これ。はい、とまあね、本日はこんな感じで終わりますけども、またなんかリクエストあったらぜひコメント欄のよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイキン。